手にですね、歯の表面に付け爪するような感じ。この方がこうなります。はい、綺麗、めちゃくちゃ綺麗になります。どうも皆さんこんにちは、司会者の小沢です。このチャンネルはですね、歯に興味がない方でも興味を持っていただけるよう、現役司会が分かりやすく、そして時には面白くお伝えする歯科バラエティチャンネルでございます。ぜひですね、興味を持っていただけた方はチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということなんですけど、まあ、ラミネートベニヤですね。聞いたことあると思いますね。聞いたことあるんですけど、うん、実際にどういうものかあんまり分かってないです。分かってないでしょ、はい。ラミネートベニヤって、まあ、いろんなね、噂があると思うんですけど、ラミネートベニヤね、治療してみたいなっていう方ね、結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、あんまりちょっと分かってらっしゃらない方ってね、結構いると思います。それこそ、かぶせ物と違うんですかみたいなね。じゃあ、そもそもラミネートベニヤってどういった？ラミネートベニヤって、分かりやすく言うと、歯の表面に、付け爪するような感じ。めちゃくちゃ薄いものをこうペタって歯に貼り付けるみたいな感じの治療です。それは何ですか？虫歯の時にやるとかそういうことなんですか？とか、あとは歯がちょっとくすんでるとか、色がちょっと気に入らないとかね。ホワイトニングってあるじゃないですか。ホワイトニングでもできる限界ってやっぱあるんですよ。白くなるためにはってことですか？そう、例えばこういう歯とかね、こういう歯、これ結構黒いでしょ、はい、こういう歯の方っていうのは、まあ、テトラサイクリンシーって呼ばれるんですけど、こういう歯の変色っていうのはホワイトニングではちょっと難しい場合があるんですよね。そしたらやっぱりこう色をね、見た目を良くしようと思うと、ちょっと削ってこのラミネートベニヤを貼り付けるとかっていう方法があるんですよ。白くするっていう意味の治療なんですか？そうです、白くするとか、うん、あとちょっとだけ片付いた鼻に直すとかね、 あとは歯の大きさを直すとかっていう治療になるので、ラミネートベニヤなんですけど、まずね、僕の症例見せます。これですね、この方、この方がこうなります。はい、綺麗、めちゃくちゃ綺麗。奥歯はかぶせ物とか入れさせてもらってるんですけど、前歯はラミネートベニヤです。なので、そういう治療を今日は説明していきます。はい、じゃあいきます。ラミネートベニヤなんですけど、ラミネートベニヤとは歯の表面をごくわずかだけ削ってセラミックでできた板状のものを貼り付ける治療法になります。わかりやすく言うと、やっぱ付け爪みたいな感じね。付け爪はあんまり削らないですけど、歯のね、表面を少しだけ、一層だけ削ったりだとか、ちょっと酸で溶かしたりだとかして、付け爪をするみたいな感じで、イメージとしては、ね。これでもイメージ、まあ、歯を削ると良くないって言われてるじゃないですか。うんうん、だからでもこれ歯を削んないでできないですかね。できる時もあるんですけど、結構分厚くなっちゃうから、基本的にはちょっと削るかな。最近削らないラミネートベニヤっていうのもあるんですけど、はいはい、まあまあいいっちゃいいとは思うんですけど、結構そっちは外れやすいかもしれないですけど、ないことはないです。全然削らない場合もあります。適応症っていうのがやっぱりありますね。どういう方に適応になるかっていうと、さっきも言ったように変色歯ですね、テトラサイクリン歯みたいな、ちょっと歯がくすんじゃってるとか、めちゃくちゃ黄ばんじゃってるとか、ホワイトニングではもうやっぱり限界なところがあるんですよね。やっぱりみんなね、新庄さんとか目指す方もいらっしゃるんですよ。これはね、ちょっと難しいです。新庄さんを目指してるんだけど、でも歯はがっつり削りたくないっていう方は、こういうラミネートベニヤおすすめですね。なるほど、なるほどね。歯が白くなるってことですもんね。白くなります。で、あとは携帯異常ですね。小さい歯とか、こういう歯見たことないですか？こういう歯、こういう歯何回か見たことあります。ありますよね、はい、これ歪小歯って言うんですけど、こういう小さい歯の方っていうのは矯正とか、なんか他の治療とかではこれね、大きさはやっぱ変えられないんですよ。変えるとしたらやっぱりかぶせるか、もう貼り付けるか、これどっちかなんですよ。なるほどね、はいはい、なので、まああんまり削りたくないじゃないですか、なので、ちょ表面一層だけ削ってね、付け爪みたいなのをパッと貼っちゃうという治療になります、はいはい、で、あとは歯間理解ですね。スキッパーの方いらっしゃるじゃないですか。矯正で詰めることもできるんですけど、矯正で詰めようとすると他の歯も全部触らないといけないくなるんですよ。全部矯正しないといけない場合も出てきちゃうので、それやったら一層だけ削ってね、付け爪みたいなの貼り付けるっていうね、方法もありますよ。それでも治るってことなんですね。それでも治ります、まあ治るというか隙間を埋める治療っていうことですよね。なので、まあこういう方がラミネートベニヤ適用になるので、あんまりね、こうがっつり削りたくない、でも見た目は改善したいとかっていう方はおすすめです。次いきます。メリット、デメリット、
ですね。まあ、メリットは、もう見た目が綺麗になりますよ。はいはいはい、めちゃくちゃ綺麗になります。歯を削る量はこれ明らかに少ないです。歯伏せ物と比べて。セラミック矯正とかだともう思いっきり削るわけですよ、ね。がっつり削ります。がっつり。がっつり削ります。がっつり削ります。がっつり削ります。はいはい、神経取ったりしますけど、まあ、そういうことはないよと。ない。で、デメリット。取れやすいっていうことですね。取れやすい。ちょっとね、外れやすいっていうことが。やっぱり、かぶせ物と比べると、どっちが外れやすいかっていうと、やっぱりこっちが外れやすいんじゃないかな。まあ、表面に貼り付けてるってことですからね。そう。だから、ほぼ接着の力なんですよ。だから、剥がれやすいですが、ちゃんとした工程を踏む。例えば、唾液が入らないように、こうゴムのパックしたりとかね、ラバーガムって言うんですけど、だったりだとか、今の接着剤ね、めちゃくちゃいいので、その接着剤の処理通りしっかりすると、今はね、ほぼ外れることはないと言われてます。あ、本当ですか？ほぼ外れることはないと言われてます。やっぱ、お金をかけてやるわけじゃないですか。だからもうずっと使いたいですよね。そうです、そうです、はいはい。なので、ちょっと取れやすいって昔は言われてたんですけど、今は昔ほどは取れにくいです。でも、かぶせ物と比べるとやっぱ取れやすいですね。ちなみに持つ期間としてはどのぐらい持つんですか？ちょっとそれは人によるよね。ちょっとそれは何日とか何年とかは言えないですけど、かぶせ物と比べたら取れやすいよというデメリットあります、はいはい。なので、絶対取れないようにしてくださいとか。もう絶対、もう取れたら、ぶっ飛ばしますとかって言われると、いや、そこまではちょっと無理っすよってこっちもなっちゃうんで。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと削る量多くなりますけど、じゃあ、かぶせときましょうか、みたいな感じには言うかもしれないですね。うん、なので、絶対はないですけど、今はただ取れにくいっていうのはあります。はい、デメリット、あとはですね、高額ということですね。これももちろん、保険外治療です。残念ながら日本の保険はですね、見た目を良くしようというところに関しては、残念ながら保険を認められていません。こんなところ保険ね、認められちゃうんでね、全部保険治療で顔直すでしょ？スキッパの場合は保険なんすか？これも保険じゃないです。噛めてるでしょって。ご飯噛めてるでしょ？あなたは病気なんですか？ご飯食べてるでしょ？健康でしょ？はい、健康です。じゃあ、ご自身で。みたいな。なるほどね。感じになっちゃうんですよ。全部自費です。残念ながら全部自費でございます。で、多分医療費控除も多分効かないです。これはね、医療費控除効かないです。残念ながら。見た目の改善なので。はい、ちょっと厳しいと思いますね。高額、じゃあ費用いくらぐらいかかるんだということです。これ大沢調べですね。だいたい6万から10万ぐらい。10万かかると思います。これ1本あたりですか？1本あたりです。1本あたり、じゃあ前歯だけで結構まあ100万ぐらいしちゃう可能性もあるわけです。まあそうね、やる人によったら。まあ100はいかんから、100ラミネートベニヤでかかりましたっていうのはあんまり聞かないですかね。銀座とかね、その表参道とかちょっとお高いところね、行ったら、立地的にね、行ったらちょっとわかんないですけど、まあまあ基本的には6万から10万ですよ。はい、によっては5万とかね、4万とかあるところはありますけど、平均的に6万から10万。まあどうしてもね、これは自費診療なんで誤差ありますけど。結構しますね。結構するんですよ。だからもう見た目の改善は高いです。だって、美容とかもそうじゃないですか。私、なんかやったよとかって言うて。だからちょっと綺麗になったねって言うと、これ、5万とかって。うまっみたいな。そんなちょっとでみたいな。見て、最近この薬、これめちゃくちゃいいらしいよ。そうなんだ。これもサプリメント。それいくらなの？これ3万。3万みたいな。あるじゃん。うん、ありますけど、それやりたいだけですよね。やりたいだけ。ありますけど、まぁ、あ、ちょっと高いなって思いますね。高いです。ラミネートベニヤもうじゃあ、前歯2本だけってわけにもいかないじゃないですか。うん。やるなら全部じゃないですか。全部っていうかもう見える範囲。うん。だから結構しますよね。結構する。はい。でもね、皆さんね、皆さんねって言うときにね、神子くんもそうですけどね、はい、これは価値の問題ですからね。うん。値段はこれくらいですけど、それは君の物差しじゃないですか。でも、こういう、変色してる歯とかね、ね、こういう歯が小さい歯科技科医の人はね、こう、うって笑えないと。それがストレスだと。それを改善したいために、これだけのお金やっぱ払うんですよ。気になってないということですよ。これちなみにセラミックってことは、まあその色つきにくいってことですか？色はつきにくいです。ついたとしてもこっちで簡単に落とせます。だから、やっぱりこう見た目、綺麗なままが結構続くということです。歯ブラシ思いっきりガーってやって取れちゃったりっていうか、可能性。まあ、ガってどの程度にもよりますけど、うん、硬すぎる 歯ブラシ使ったりだとか、ちょっとガッと当たっちゃったら、ポロって取れちゃうっていう場合もあります、はい。ここには書いてないんですけど、やっぱり適用外もあります。やっぱりこう噛み合わせが深すぎるとかね、食いしばりめっちゃしちゃうとかね、歯並びがもうボコボコすぎるとかね、デコボコすぎるとかっていう方はちょっと適用外なので、
ちょっと適応症が限られちゃうとは思うんですけど、僕はこのね、見た目の改善、やっぱり色とか形とかっていうのは矯正とかでは難しいですから、難しいというか無理ですから、なのでまあこういうのでね、悩んでらっしゃる方はラミネートベニアすごくいい治療だと思いますね。はい、ということで今日はラミネートベニアについて話させてもらいました。結構ね、僕はもう見た目の改善ではいい治療かなと思いますので、まあデメリットはありますけど、取れやすいとか高額とか、まあ高額はまあ仕方ないかなと思います。で、取れやすいっていうのは最近結構マジで改善されてきてるので、そこまでボロ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 取れるっていうことはないですので、なのでまあデメリット取れやすいとか書いてますけど、まあ被せ物と比べたらっていうことなので、あんまりここは考えなくていいんじゃないかなと、うん、思いますね。もしね、悩んでる方いたらですね、このラミネートベニア検討されてもいいんじゃないでしょうか。この動画がいいねと思ったらぜひグッドボタンをチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。